今代々木公園に向かってます。なんだっけな、ビーチフェスとかなんかなんて書いてあったかな。まあ海にまつわる雑貨とか、アクセサリーとか、まあ、T シャツとかもあるのかな、それとあと、南国の料理とかそういうものの、なんかいろんなお店がこう今、ああすごい音、今代々木公園に来てて、ちょっと今からそれを見に行ってきます。もうだいぶ日が落ちて8時までかな、夜8時までやってるんですけど、あとまあもう少し時間があるので、ちょっといろいろ食べてこようかな。まあ雑貨とか多分買うものはないと思うんですけど、料理がちょっと気になってます。あでもドリンクはビールとかかな、あるのはビールはちょっと飲めないからちょっと厳しいかも。でも料理ちょっといただきます。ちょっと行ってきます。こういろんなお店がこの道沿い道路沿いにざーっとある感じで、食べ物この道路沿いだから向こう全部中に入れば入るほど洋服とかアクセサリーとかいろんなの売ってました。タトゥーとかね、リングとか、ああいうの全く、あ全くって言っちゃあれだけど、僕はちょっと食べ物だけ、まあお腹もうすでにお腹いっぱいなんですけど食べてきちゃったな。でまあ、いくつか回ってみようか。まあすでに皆さん楽しんでいると思いますけども、さらに楽しい会にすべく、乾杯したいと思います。いきます。乾杯。乾杯。バーベキューパフェを買ってきました。暑い、熱々です。まあマッシュポテトとかなんかいろいろ入ってます。混ぜて食べると美味しいのかな。ちょっと食べてみます。なんかね、野菜とお肉と、まあ、とにかくなんていうかな、ケバブもちょっとそんな雰囲気も感じられるバーベキュー、うん、美味しいね。これピリッとしてお酒が進む、飲めないお酒もなんか飲んでしまいそうな感じ、美味しい。でそこで合わせるドリンクはお酒ではなく、ザクロレモネードです。あー甘酸っぱい。ちょもう一口、うん、レモネードの感じもするし、あー夏っぽい、美味しい。これいやー賑わってますね。結構海にいそうなお兄さんお姉さん方が多いです。美味しかった。それでは帰ります。まあ結局飲み物1本1つ、食べ物も一つでここはもう終了です。もうほとんど9割ぐらいがその食べ物以外のお店でした。でも海側のものは僕はちょっとそんなに惹かれるものはありませんでした。山側だったらよかったかも。山のそのアウトドア系そういうもののフェスだったらもうちょっと楽しめたかなと思います。料理もそんなになんか珍しいものもなく、でも皆さんすごくなんかワイワイやってました。年齢層が20代前半とかが多かったかな。すごい若い人ばっかりだった感じがします。
もうノリノリで歌って踊って向こう側ですけど、まだやってます。もうすぐ多分終わりますね。8時前だし、店を畳んでるところも何個かありました。夏ですね。では帰ります。さよなら。